例えば能力に関してはちょっと多動な ADHD の場合はもうかなり器用だから分かりづらくなっちゃう面もあるんだけども、ただアスペルガーの場合はまあ極めて分かりやすいというのは、できるものとできないものはあまりにも差が激しいから、まあ学習障害でもそう、やっぱり例えばまあ数字で出るから分かりやすいんだけども、常に英語は100点です、もうちょっとやっただけでも、でも数学はどんなに頑張ってもまあ、10点、20点です。だから基本的に能力という点では分かりやすいと。じゃあ他にはどんな方法があるかというと、才能を発揮した時の、まあ、人間特有の長人間のまあ共通した特徴をまあ知っておけばいいということ。例えば、人は才能を持っている分野に対してはどんな特徴があるかというと、まあ、大きく4つで、まず1つ目が、初めて取り組んだことであるにもかかわらず、なんだか妙にうまいと。で、ソフトの吸収が早い。まあ、ここで言うソフトというのは習得の対象だと。で、3つ目が、吸収したソフトを高速で高水準まで伸ばせる。で、4つ目が、そのソフトを行う様が円滑で美しい。これがまあ才能の定義と。そして、発達障害っていうのは、生まれてからまあ成人を迎えるまで、まあ、そこまでいかなくても、まあ、中学校ぐらいの間に、すでに何らかの直接的、間接的に、この才能を実は演じていると。だけども、それが自分自身もしくはまあ家族、親、教師たちが才能と気づかないから、結果、まあ、自分には何にもないという、まあ、学生時代にあまりにも失敗体験を積んでしまうから、でそればっかりが頭に残って、まあ、自分には才能がない、何もないということで絶望して、まあ、社会的にも消極的になっちゃうんだけども、まず今の4つをちゃんと親が知っておくこと、そして、まあ、可能であればなんだけども、この親がその子供を生まれてから、まあ、大体18、19ぐらいまでの、様子を細かく観察して、まあ、日記のように記録をつけてあげると。で、そしてそれを見ながら今の4つを元にして才能はどこかっていうのを探してあげると。そしたら必ず現れてるから、じゃああなたは例えば文章が向いてるよね。もしくは物を作るのが向いてるね。あるいは人の長所を見分けるのが得意だよね。あるいは話を聞くのが得意だよね。ということで、じゃあそれを元にして、じゃあ世間一般ではどんな仕事があるんだろうかということを瞑想的に膨らましていって、でそして、まあ、仕事や才能を見つけていくと。そうすると、まあ、どん詰まりになることはまずないと。長所であったとしてもやっぱり発達障害の場合はほっといたとしても特に癖づけしなかったとしても自動的に出てくる。例えばアスペルガーの場合だったらば、まあ純粋であったり優しいであったりとか、まあそういう場合グレーゾーンのアスペルガーであれば、まあ細やかに逆に細やかに気がついてしまうだとか、まあそういうところがあると。であともう一つが、まあ長所の裏返しが短所であって、短所の裏返しがまあ長所であるということ、まあその概念を持つということ。で、人間はどうしても才能やまあ長所を発揮するときっていうのは、どうしてもまあ幼少の頃、もしくは若い頃っていうのは、基本税金の先払いであって、かえってまあ悪い、その短所ばっかりが出てしまうと。例えば、人の本質を見分けるのが得意な人っていうのは、まあ基本的に、思ったことを口にして人を怒らせることがあると。でも幼少の頃はもう怒らせてばっかり。でも大半の人はどう対処するかというと、そんな余計なことばっかり言うんじゃありません。で、結果、その本質を見抜く力が失われてしまう。でもそうじゃなくて、そういう人を怒らせるようなことばっかり言ってるということは、もしかしたら本質をつく能力があるかもしれないと仮定しておいて、で、今度はそれを長所に変えられるような環境を設定して試してあげると。で、こんな感じでやっていけばいい。例えば、病的に、まあ、怒りっぽい人だったらば、もしかしたらば、繊細な人への対応、ちょっとした対応に、人からの対応に腹を立てる人、例えば子供がいるとする。それでは実はその人は、接客サービス業のコンサルタントができるかもしれないと。というのは、わずかなあのサービスっていうのは基本的に自尊心を満たす作業であって、逆に言ってしまえば、自尊心が初めから満たされている人っていうのは別にサービスを受けなくても大して問題ないから、うん、サービスが広がろうと、よほど広くない限り大したものじゃなかったとしても気づかないと。だけども、アスペルガーは、まあ、例えば、ね、劣等感がやっぱり症状として深いと。そうしたならば、神経症的な自尊心を持っているから、人の対応、人からの対応で傷つきやすいと。でそうしたならば、人の対応をつぶさに見ることができるから、でそのつぶさに見ることをそのまま接客の方面に持っていってあげれば、まあ、それのアドバイザーになることもできるよと。こんな感じで、短所の、強い短所の裏返しには必ず長所や才能が潜んでいるという点で見てあげれたならば、ただただひたすら短所をつぶすだけじゃなくて、後に長所として、あるいは才能として、
消化することができると、そういうふうに見てあげればいい。